信州のクラフトビールを巡る旅、続いてやってきたのは大町市です。木崎湖がすぐ近くにありまして、この辺りだと聞いてきたんですが、ハードサイダーの看板が出てる。ハードサイダーってあれですよね、シードルじゃないですか、いわゆる。ここだ。あ、タップルームってありますから、ここでいただけるんですかね。ここですね。サン・オブ・ザ・スミス、ハードサイダー。大町市にあるサノバスミスは2019年にリンゴ農家と醸造研究家が始めたブルワリーです。失礼します。はい、あ、こんにちは。お邪魔します。長野朝日放送の草田と申します。ハードサイダーっていわゆるシードルの。そうですね、リンゴのお酒のことをですよね、はい、総称しています。いいですか、お邪魔して。どうぞどうぞ、こちらへ。いいですね。はあ、お邪魔します。ね、洒落てるね、しかも全部いいデザインですね。ありがとうございます。で、これが新作のロジックとタンジブルで、ロジックは今生ダルでつながってるので、よかったら、はい、飲めるんですか。受付一杯飲めます。ありがとうございます。おい、おい、ロジックです。いただきます。美味しい。ありがとうございます。まあ、桃みたいな香り。そうですね、ピーチの香りがします。渋みもしっかりあって、苦みもあって。クラフトビールを飲んで、これいただくと、すごくライトなんですけど。軽くてね、だけどその香りがとってもいいですね。ありがとうございます。で、渋みがそのなんでしょう、この果実独特なんですかね。爽やかですよね。ありがとうございます。まあリンゴならではの味わいですね。ね。いわゆるこうシードルとして出回っている、これまで我々が口にしてきたものよりも、そうですね、別軸ですね。別軸なんだ。だってシードルにホップ入れますかね。入れない。ビール酵母使いますか。ですよね。使わないじゃないですか。で、結構ハードサイダーってクラフトビールの文化と融合している、まあリンゴのお酒。日本酒とワインを使ったものがあるそうです。まず日本酒酵母を使ってて、で、まあホップはまあ自分たちが育てたカスケードも使ってて。日本酒とビールとハードサイダーとワインの連立方程式で作った白ワインです。なるほど。お、いい香り。ベリーグッドですね。ベリーグッド、ありがとうございます。ああ、うまいこれ。ありがとうございます。いろんなジャンルの新しいものを作っていくっていうスタイルになるのです。しかもそれは畑からやってるっていう。畑からやってます。はい、こちらがサノバスミスの現在の畑でございます。サノバスミスの畑。はい。はい。あら。醸造用と食用におよそ40種類のリンゴを育てています。こんにちは。お邪魔します。はい、お世話になります。サノバスミスの代表の小沢と申します。小沢さん、はい、よろしくお願いします。小沢さんの畑。そうですね。私の個人事業の方でやってる農園っていう形になります。そうですか。何代目でいらっしゃるんですか。僕今4代目。4代目。110ちょっとカウント途中までしかしてないんですけど、110年ぐらい。歴史あるじゃないですか。そうですね。地域の中では比較的古い。ね。はい。でちょっと気になってるんですが。この今真夏に赤いリンゴがなってますよ。これこれ。今もちょうど収穫シーズン始まったばっかりなんですけど、新しい品種、長野県がまあ作ってる品種でシナノリップっていう品種ですね。まあちょうど本当にこのお盆前とかからまあ徐々に収穫していくっていうような感じの品種なんですけど。この時期に赤いリンゴってすごく衝撃的ですよね。そうなんですよね。せっかくなんで。もぎ取っていただいていいですか。もちろんです。はい。いや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 、はい、ありがとうございます。とんでもないです。あー、すごい、見て、この光沢。いい色ですね。ね、いい色ですね。いや、美味しいんじゃないかな。どんな味するんですかね。知ってるでしょ。いただきます。はい。うん。うまいですね。はい。結構酸味が強くてね。酸味が強い。甘みもあって。食べて美味しい。食べて美味しい。これがね、お酒になったらどうでしょう。それは美味しいでしょうね。いただきたいですよ。あるんですよ。ありますか。それは美味しいでしょうね。いただきたいですよ。あるんですよ。ありますか。ピッカーズディライト。ピッカーズディライト。ピッカーズってこれ収穫者って意味ですか。あ、そうですね。これ複数形です。収穫者たち。たち。へえ。どうぞ。いただきます。はい。あ。うん。生でいただいた時よりも、ずいぶんこう。ドライな感じがします。リンゴの香りが。すごく効いてますね。これは本当に。はい。ビールではなくハードサイダー。そうですね。っていう感じがします。はい、ありがとうございます。僕らでハードサイダー、お酒のための品種を自分たちで開発したい。手前にいくつか並んでいるものが交配させて、今試験的に栽培を試みているものになります。で、本当に今年初めて実をつけた、なったみたいな。僕らが死んだ後、結果が分かるロマンみたいなものを会社として全力で取り組んでるっていう。文化の始まりです。文化の始まりです。はい。いやー、いいお話聞けましたね。